突然ですが、あなたは仮想通貨の取引をしていて、イーサチェーンを使ってガス代高いなとか、処理が遅いとか感じられたことはありませんか？スケラビリティ問題って言うんですけど、僕は正直かなりあります。ここ数年で指摘されるようになりましたが、もう解決してません。セキュリティ面の安全性はもちろん、処理速度もコストも解決すると言ったら、これ嘘だと思いますか？これができるようになるんです。世界一のシェアを誇るイーサチェーンのスケーラビリティ問題の解決は僕たちの悲願でもあり、そのプロジェクトは間違いなく大成するでしょう。そんなプロジェクトをこの動画では一から紐解いていきます。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人クリプトクタローこと市宮翔太です。本日の動画ではイーサリアムに革命を起こすプロジェクト GK シンクについてと、それに連なるプロジェクトの無料エアドロップの詳細、参加方法を解説していきます。仮想通貨を取引する際にイーサリアムチェーンって結構な頻度で使われると思います。ただスケーラビリティ問題がとか聞きませんか？もっと分かりやすく言うと、 BNB チェーンなどに比べてガス代が高く処理速度が遅いと感じることはありませんか？イーサリアムチェーン使わなければいいと思うんですが、ここまでイーサチェーンが使われ続けているのにも理由があって、高い安全性、対応する通貨、信用度が段違いなんですね。なので今日まで使われ続けているといったわけなんですが、とはいえどもこれなんとかしたいですよね。安全性保ったまま安価でかつ高速処理、今までは技術的にこの3つを同時に実現することは不可能でしたが、この GK シンクによって可能になるんです。ブロックチェーンにおいてナンバーワンシェアを誇るイーサチェーンの問題を解決すると考えると、将来的に GK シンクからトークンが発行されたり、関わったプロジェクトのトークンってめちゃくちゃ期待値高くないですか？イーサリアムを保有している仮想通貨で大きく結果を出したい、こういった方は必見の内容になってますので、こちらの動画飛ばさずに最後までご覧ください。本日の動画の構成としては、 GK シンクの概要、 GK シンクの期待値、奥太郎的考察となっております。それでは早速本編に入っていこうと思うんですが、本編の前に重要なお知らせがあります。今月末に予定している仮想通貨無料配布企画に関しての告知をしていきます。その名もチャンネル登録者6000人カウントダウン、視聴者全員当選仮想通貨無料配布企画カウントダウンフェスティバルを開催します。ありがたいことに YouTube や LINE 登録者の方々も増えてきて、なかなか細かい情報発信がままならなくなることがありましたので、情報発信するツールも様々なものを使って改善していこうと考えました。今回行ってほしいことは5つです。僕のメインラインのピン止め、企画ラインのご登録、 Twitter のフォロー、 Telegram のジョイン、 TikTok のフォロー、この5つを行っていただき、僕の企画ラインにスクリーンショットを送ってきてください。つまり行ってほしいことが5つですので、5枚スクリーンショットをください。事前準備が完了した方のみ改めて確定した情報を送らせていただきますので、こちらの5つは必ず行ってきてください。はい、それでは本編入っていきますが、 GK シンクを知らないといった方も結構いらっしゃるかと思いますので、 GK シンクの概要部分からお話ししていきます。 GK シンクはイーサリアムのレイヤー2プロジェクトのうちの一つです。レイヤー2とかレイヤーというものがよくわかんない、理解してないといった方のために簡単にお伝えしますと、まず大前提、レイヤーというのが聞いたことあるかもしれませんが、レイヤー1、レイヤー2などがあって、ブロックチェーンの種類のことを言います。でレイヤー2はブロックチェーンの分散化やセキュリティを犠牲にすることなく、処理速度と手数料削減を目指したプロジェクトのことです。レイヤー1のスケーラビリティ問題の補完のために作られたブロックチェーンということですね。現状多くのレイヤー2プロジェクトがあり、例えばポリゴンやオプティミズム、 DYDX などの挙げられますが、そんなレイヤー2プロジェクトの中の一つ GK シンクは、レイヤー1、ビットコイン、イーサリアム、BNB などのスケーラビリティ問題を解決する最先端のプロジェクトです。スケーラビリティ問題っていうのは、送金にかかるトランザクション処理の遅延や高額な処理コストのことで、まず大前提としてブロックチェーンっていうのは非常に高性能で複雑な技術なんです。で今後世界中でどんどん普及されるべき技術なんですね。ただその優れた性能がある反面、問題点も存在します。それがトリレンマと呼ばれていて、冒頭でも触れたんですけど、スケーラビリティ、分散性、セキュリティといった3つの要素のどれか2つを満たそうとすると、どうしても残りの1要素が劣ってしまうというものです。レイヤー1であるイーサリアムはセキュリティと信頼性が高いという利点がありますが、スケーラビリティの課題があったんですね。このような問題を解決するために開発されたもの、それが GK シンク元いレイヤー2の技術となります。 GK シンクという全く新しいチェーンがあるわけではなくて、先ほどもお伝えした通り、あくまで補完、イーサリアムのブロックチェーンに対して一工夫するイメージなんですね。イーサリアムのセキュリティの強固さは残すことができるのがこの GK シンクの利点なんです。
またその中でも GK シンクは詳しく説明すると、同社の開発チームマターラボが手掛ける GK ロールアップっていうブロックチェーンにおいて少し特殊な機能を持ったプロジェクトなんですが、まあ、これを解説しだすとそれだけで動画一本の話になってしまいますので、すごく簡潔にお伝えすると、イーサリアムのセキュリティの安全面をそのままにして、処理速度を速く、処理コストを安くしてくれる夢のような技術のことなんです。でここまでの理解で今は全然問題ありませんのでご安心ください。ここまで GK シンクの概要を解説してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか。もしここまでの部分でもっと詳しく知りたいとか、内容が伝わりづらかったなどありましたら、この動画の概要欄にあります LINE からお気軽にメッセージをください。本題戻って、仮想通貨投資家の僕たちからしたら、イーサリアムの処理速度やコストの問題解決なんてもう永久テーマなわけで、ほぼ 100% の確率で伸びると言っても過言じゃないプロジェクトのトークンなんてもう喉から手が出るほど欲しいですよね。しかし実はまだ夢の技術、 GK 進化開発段階でして、トークンが存在はしているものの取引はできないんです。なんだよ手に入らないかと思われるかもしれませんが、これはむしろチャンスで、今後ほぼ確定で勝てるトークンを今知れたアドバンテージがあるってことなんですね。そしてそういったトークンを最速で手に入れる方法があります。それはエアドロップです。とは言っても現在 GK シンクのトークン自体エアドロイベントを行ってません。まずトークンエアドロップは2種類あって、1つ目がエアドロイベントに参加して決められたタスクをこなしてトークンを抽選や配当でもらう。でこれはよくツイッターとかトークンの告知認知のためにローンチする前やローンチしたタイミングで行われますよね。で2つ目、プロジェクトの利用者に対して運営からトークンが配られる。ざっくり何をすればいいかと言いますと、 GK シンク関連のプロジェクトやチェーンなどを積極的に運用することです。具体的には GK シンク関連の DApps の利用とか、 GK シンクの公式ブリッジを使ってブリッジとか、 GK シンクのネットワークをウォレットに追加したりとか、こういったのがありますが、まあ、頭がごっちゃになって何から始めればいいかわからない状態になる前に、まあ、先にやるべきことを共有すると、例えば今できることは2つあって、まず1つ目、GK シンクのチェーンをメタマスクに追加する、まあ、こちらに関しては追加方法を LINE にてお伝えしてきますので、夢の技術 GK シンクの情報を遅れたくないとか、先んじて行動しておいて結果を出したいとか、まあ、こういった方はこの動画の概要欄にある僕の LINE へ、シンクとカタカナ3文字で一言だけメッセージを送ってきてください。はい、では本題戻って2つ目ですね。 GK シンク関連のエアドルイベントに参加する。 GK シンク関連のアップスを上げますと、シンクスアップとかミュートスイッチとか、スペースファイナーとか上げられます。そして今回この中のシンクスアップからタスコンとのコラボエアドロップ情報が入りました。というわけで、ではここからエアドロップの詳細とともに参加方法を共有していきます。まずですね、日程が2023年6月12日の日本時間19時から2023年6月22日の日本時間19時まで、で賞金プールは対象となる最初の3万人の参加者はそれぞれキャップを獲得できます。早い者勝ちですとのことで、次にですね、参加方法になります。サイトを開いて下スクロールしてもらって、これタスクが出てきますので、1つ目のタスクがツイッターの同期、2つ目がシンクスワップのディスコードのジョイン、3つ目がシンクスワップのツイートをリツイート、4つ目がシンクスワップで GK シンクエラーのトークンを10ドル以上スワップ、5つ目がタスコンのディスコードにジョイン、6つ目がタスコンキャンペーンツイッターをフォロー、で7つ目タスコンツイッターをフォロー。以上で参加ができます。参加できる期間も迫っていますが、タスク自体非常に簡単ですので、即済ませてこれ参加していきましょう。仮想通貨で短期的でも結果を求めるんであれば、時間を惜しまずに情報の精査をしなければいけないです。まあ、少しでもあなたがそういった精査の時間を減らせるように僕は情報発信していくつもりです。そう思い、最近では YouTube で動画発信の前に最速で情報を上げられるように Twitter、TikTok、Telegram の本格運用を僕は開始しました。まずは今日の動画が少しでもためになったなと思った方は、この動画のグッドボタン、 YouTube のチャンネル登録、また LINE 登録者の方限定で情報も上げてますので、 LINE のご登録はもちろん、少しでも情報精査する時間節約したいといった方、今回の冒頭でもお話ししたイベントに参加したいといった方は、 Twitter のフォロー、 TikTok のフォロー、 Telegram のジョイン、こちら3つお願いします。カウントダウンフェスティバルの参加方法に関してはこの動画の概要欄に貼っておきますので、必ずご確認いただきご参加ください。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日はイーサリアムに革命を起こす GK シンクについて解説してきました。ここからは少し僕の持論の話になります、余談になりますが、以前も何度かお伝えしたことあると思うんですが、仮想通貨投資で大きな利益をつかむコツですね。仮想通貨である程度大きく成功するパターンっていうのは大きく分けて2パターンあって、過去の銘柄でいうと同時芝、先日5万倍の価格をつけて話題になったペペみたいなミームコインとか、今すごい話題のコウのような魔界銘柄、こういった草コインと呼ばれる銘柄に、これらに何十銘柄何百銘柄と投資して当てに行く、このパターンか、
以前の IEO とか今でいう IDO に投資して上場前の最低購入額でトークンを仕込んでそれを当てに行くとか、例えば先ほどもお話ししたように DAO メーカーからローンチする銘柄とかテンセット銘柄、テイムやエバードームとか、これ200倍とか300倍とか100倍とかつけたと思うんですけど、こういった銘柄を見つけていくことが仮想通貨で大きく利益を上げていくコツなんですね。で本当にチャンスをつかんだら、ペペコインで何億ってつかんだ人のように、あなたのお財布の中身の数万円が何億っていう資産に最速2週間から1ヶ月にはなるんです。でそしてこんな話をしている僕もその中の一人で、経験則からの持論でしたが、あなたも特大チャンスを逃すことのないように情報をしっかり追っていきましょう。そしてそんな爆益が得れる情報を僕は最速でお届けしていきますので、チャンスは絶対に逃したくない、こういった方は僕の YouTube のチャンネル登録と通知のベルマークで、概要欄にある LINE のご登録で、 LINE のピン止め必ず行っておいてください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。